ファンケルクラシック最終日3日目の朝を迎えました。昨日は7位から17位に後退するっていう形だったのですが、今日はビッグスコアを目指して親子ユーチューバー初日の方が調子が良かったので初日と似たような構造をとっています。トモキがあれしたの クレアチン、そうクレアチンが昨日の力入っちゃう原因だったんじゃないかっていうね。そう昨日の朝クレアチンをおすすめして取ってもらったんだけど、そのせいでちょっと力が入りすぎちゃったのかなっていう。すごいな。確かにクレアチン飲んだらめっちゃパンプアップするもん、トレーニング前。だからちょっと確かに張りすぎてた。ここは落とし朝落としてもらったのにプーってすぐ張っちゃったから、何なんかなと思ってたんだけど、マジでめちゃくちゃまとえてる。一流のあれだね、とこに行っててすごいね。でも3位までは3打差ぐらいなんで、ね、序盤で詰めたいですね。じゃあ頑張りましょう。おはようございます。セガサミーカップ最終日です。今日は晴れました。北海道の気持ち、ややひんやりとした空気がね、爽やかです。ジン、ミクム、大平、ドキョンテ、パクサンヒョン、古川ゆき、片岡、おはようございます。おはようございます。谷明さん、杉ちゃん、中島徹さん、上瀬さん、慎吾さんも練習してます。おはようございます。おはようございます。上さんです。さあ今日は金谷君と、岩田さんの一騎打ちなのか、それとも、後続の大西会と、いや若手が、追い上げてくるのか、楽しみな、楽しみです。中継と YouTube で見てしてたんで、それで会いに来てくれたみたいです。横田さんにもお手紙くれて、で僕にもサインが欲しいって言ってた。すごい可愛かったです。ゴルフやるらしい。どんな話されてました？いやもうなんか一番会えて嬉しいですって、こんなにスターがすぐそこにいるのにありがたいです。たくさん見られてるんですね。ね、横田慎一ちゃん嬉しいですね、はい、励みになります。いつでも声かけてください。の子から横田さんにお手紙、ちょっと
開けずにちゃんと渡します。素敵ですね、うん、かわいい。お疲れ様でした。いやいや、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。マリちゃんも。ありがとうございました。その勝手に扱ってるから。いいペアでしたね。まあ、そう言っていただけて、はい、もういろいろ皆さんに助けていただきました。いい、本当に、もう。面白かったですね。めちゃくちゃ面白かった。いや、練習場リポート、昨日ね、石川遼選手の練習とか、はい、とかね、今日のその、登場してくる時間の駆け引きみたいなところから、インタビューもありましたしね、予選ラウンドではね。普通の放送じゃなかなか見えない裏の部分をね、見せていけたような気がして、我々の中から配信してるからならではですよね。いや、面白かったですね。面白かったです。皆さんの声また来年お会いしたいな。本当ですね。また来年も。来年はあの地上波の放送で邪魔にならない程度になるべく長くみたいな。はい。そうですね。それでバトンタッチして。はい。いただきたいと思います。はい。ということで4日間本当にありがとうございました。ありがとうございました。鈴木徹さんが優勝しそうですが、トムキお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？3日間ちょっと疲れました。疲れた。マスクどうぞ取って。あ、マスク、うん、どうでした？ババのキャディ。いや、本当身近な分ワクワクして楽しかったですけど。まあ今日後半に連れてちょっとだんだん楽しくなくなってきた感はありますけど。ね、でも、なんかいい思い出になったなって。ああそう、うん、そうか。もっとね、スコアが余計になってきたらもっと楽しいんだろうけど。そうね。でもやっぱ最終日のちょっと楽しさはあったかもしれない。ああ、そうだね。今日は17番ホールまでノーバーディー3ボギーと大苦戦しましたけれども。何ですか原因は。何ですか。流れが悪かったけどね、うん、そんなに昨日よりショットは悪くなかったかなとは思うんですけど、うん、ショットは良かったよね今日ね。まっすぐは行ってって、うん、なんか距離感が合ってないことが多くて、うん、で、まあほどほどのパットが全部入らないというか、うん、2、3個入ってもいいだろうと思うんですけどね。そうな。で、短いのがたまに外れてみたいな感じ。ちょっとね、イライラした一日が続いたね。うん、ずっとね、うん、でもあんだけイライラできるっていうかさ、悔しがられる。それは思った。まだガッツあるね、パパ、うん、あの悔しがり方がね、他の人と全然違うんだよね。どう、もうシニアの人って結構雰囲気的には練習と試合の間みたいな感じがするんだけども、パパは一試合一試合クッってめちゃめちゃ落ち込んで、それでもう後半40近くになっても最後のホールやったるでみたいな感じになってて、あの意気込みはかなり、うん、気持ちだけは入ってましたね。そうか。うん、まだ気持ちがあるうちは大丈夫かな。気持ちは、はい、めげてないんで、うん、それは俺も感じた。そう、全然諦めムードになんない。往生際が悪いっていうのもあるけど、ね、そう、すっごい自分に期待してるし。あの今日ハーフ終わった後、うん、最低4つ伸ばしたいなって言って、こっから、うん、そうやな。
まだ上目指してるから俺も。トモキもね、青学ね、はい、明日からもう帰って、またトモキも崖っぷちだろうけど、うん、ね、帰って頑張ってよ。はい、うん、頑張ります。はい、3日間ありがとうございました。お疲れ様です。はい、パパも頑張るんで、トモキも頑張ってください。じゃあちょっと俺もあれか、ちょっと映った方がいいかな。さあ、はい、という無残な結果に終わりました。あ、もうやるだけやりましたからね。もうこれが今の実力です。悲しいかな。こういうね、今日もスコアでございます。今日は本当縦距離が合わなくてね、うん、ピンまっすぐ行ったのも全然オーバーして、ピントが、うん、じゃあこれか。はい、で最後やっとバーディーと、おはようバーディーが18番ホールと、イライラが積もりましたけれども、でも飛ぶね。飛ぶ、飛んでるね。後半すごかったね。もう後半もイライラマックスだったから、もう怒りをボールにぶつけた。そしたらショットが良くなってきたね。うん、だからちょっと秘密のサプリが効いてる。あれはあれは効くな、うん、ちょっと言いたくない、教えたくない、教えたくない。あれ飲んでもう途端にちょっと10ヤードぐらいは伸びたね。そう、メダリストの某サプリ、アニマル理論の、ちょっとこれ言えない、何を飲んでるかはちょっと他のシニアの人が真似するといけないから。しかも後半の元気なくなってくる感じもなくてね。そうね、ちょっと言えないっすぐらいいいな。あ、これ別に案件じゃないですよ、うん、ということで来週はマルハンか、ガシッと頑張りますよ。あとトモキに、ね、サプリのこといろいろ教わって、何を取んなきゃいけないとか結構勉強になりましたんで、うん、ありがとうございます。パンプするのがクレアチン、クレアチンで、消化器系とかの吸収が良くなって風邪ひかなくなるのがグルタミン、グルタミンね。よし、大事だねサプリね。よし、頑張ります。はい、頑張りましょう。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。